ダールマンツヤクワガタは、昆虫港高注目クワガタムシ科に属するクワガタムシの一種。原名野種を和名では、金血ヤクワガタとも言う。ミャンマー南東部、タイ南西部、マレー半島、スマトラ島、ボルネオ、ナツナ諸島、ラウト島、タレンパ島、カリマンタン島に、原名野種が分布する。メス原名野種は、ツヤクワガタ属の代表種で、 体長は42から80ミリメートルほどになる。前羽には、ミヤマクワガタのような金色の炎毛が生えている。大顎の形態は先端に、ノコギリ状の内葉が5から6本ほど生え、小型個体は顎が短くなる。標高1000メートル以上の高地の熱帯雨林帯に生息している。夜行性だが、昼夜問わずに活動し、カシルヤの樹液等に集まる。 幼虫は、倒木の下の腐食度や白枯れ剤の普及の進んだ箇所に住み、土中を眉のように周囲を食べながら成長し、約2年半で成虫となる。飛翔性も高く、東下にも集まる。アッシュで、前羽に毛が生えないインターメディアツヤクワガタがフィリピンに生息し、パラワン島、ネグロス島、パナイ島、渋谷島、セブ島に生息し、 フィリピン特産種であるアルケスツヤクワガタと住み分けているが場所によっては両者が混在する場合がある。体長は小型で 38mm、最大で 106mm。アルケスと同様にツヤクワガタ類やクワガタム虫全般でも最大級の種となる。小型個体は少なく、多くは中型個体と大型個体で占められる。アルケスとの違いは 本種の方がより体色の光沢が強く、全体に漆を塗ったような姿をしている。本種の方が細身であり、中型個体は、アルケスによく似ているが、胸の裏側部分に、鍵状の突起が発達していないことで、アルケスと見分けられ、大型個体は、先端部の他に、基部付近に大きな内葉が発達するが、アルケスには生えてこない。また、生きている生態を比較すると、 オス、メスとも触覚をせわしなく動かしているアルケスとは、対照的にあまり触覚を動かさない。非常に好戦的で、相手が近づくと大顎を振り上げて威嚇し、大きく発達した大顎で相手を挟み込む。オスは激しく争い、平たくわ型や二股くわ型ほど凶暴ではないものの、気の合わないメスを殺してしまうこともある。生態的には、 厳名亜種と、アルケスとほぼ同じ。細身の体の分、力では、アルケスに劣るものの、本種の方が素早く、飛翔性が高い。本種は、ダールマンツヤクワガタの亜種の一つとして扱われているが、大顎形態の違いと前羽に毛が生えていないことから、一部では、独立種として見る場合もある。長い大顎から、古い和名では、大きツヤクワガタとも呼ばれた。 主に、インターメディアが大型で見栄えが良いことから、輸入量が、本アシュで一番多くなる。原名アシュはあまり入らないが、OD ルーディ系も輸入されることがある。発酵の進んで黒っぽくなったマットや、カブト用のマットを小型のコンテナに3から5センチメートルほど、固く詰め、さらに容器の7割程度の深さになるまでマットを、追加する。この時マットの水分量は、 手で握って、塊になる程度を目安とする。このセットで容易に散乱できる。幼虫は退職間で巣を作り、禁止瓶の残りや、使用済みマットなどを与えると良い。また全幼児に眉玉を壊してしまうと死亡する、確率が高くなる。成虫までの期間は、オスは1.5から2年、メスで1年以上もかかる。寒さに弱く、成長が遅いことを除けば、 比較的飼育は簡単である。ただし、大型、大葉型のオス成虫の育てるには難易度が高く、通常の飼育をした場合大半は小葉型になってしまう。大葉型を飼育するには低温飼育や大型のケースを用いると良い。重圧種に分けられる。ありがとうございます。